goes a long way. Like he don't give a damn, girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks. Goes back to 2014. And I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's皆さん、サッカー見てますか？どうも、エアクラです。今回はフランスリーグワン第7節、スタッドランス対オリンピックリヨンの試合を観戦に、現地ランスまで行ってまいりました。まずはフランクフルトを目指します。こちらの動画はキックオフまでのランス散策動画になってますので、観戦動画を見たい方は概要欄もしくはこの動画の最後に出てくるおすすめ動画をクリックしてご視聴ください。さあ、ここからは夜行バスに乗り換えてランスまで向かいます。バスターミナルは中央駅から歩いて数分。週末ということもあって見てください、もうカオスな状態です。そして今回も安定の格安フリックスバスでおよそ7時間の旅。ここから朝の散歩がてら1時間スタジアムまで歩きます。さすがフランス、通りかかったパン屋でいきなりバゲットの自販機を発見。この入り口からどんな感じでバゲットが出てくるのか気になりますが、食べきれないので今回はやめときます。この公園が見えてきたということは、スタジアムはもうすぐそこ。皆さん知ってましたか？古豪ランスにはこんなレジェンド選手もいたんです。試合までね、まだちょっと時間があるので、ランスの街の方へ出ていきましょう。こちらはですね、以前伊藤純也が YouTube 動画の取材で訪れた5つ星高級ホテル。場所はランスの観光名所、ノートルダム大聖堂のすぐ真横。こちらのミシュランガイドにも載っている大人気レストランもホテルに隣接しています。
今回は試合後4時という中途半端な時間にお店を訪れたので、残念ながら通常のメニューはオーダーできず、お店のホームページを見ると週末は数週間先まで予約が埋まっていたので、行かれる方はね、早めに席の予約状況をチェックしてみてください。そしてレストランの中からホテルに通ずるこのロビーには、伊藤純也が YouTube 動画のインタビューを受けていたソファーもございます。奥にはシャンパンの飲めるバーカウンターも。そしてさらにその奥、このリラックスできそうな空間、伊藤純也ファンの方なら知ってるかもしれませんが、ここまさに伊藤純也がくつろいでた椅子です。ランスお越しの際は一度覗いてみてください。せっかく来たのでこの時間で食べれるものを少し紹介したいと思います。天気のいい日のテラスはやっぱ気持ちいいですね。こちらではビール、そしてクラブサンドイッチをオーダーしました。普通に美味しいんですけど、やっぱり通常のディナーの時間に来たかったですね。ではでは試合前のスタジアムに戻りたいと思います。オフィシャルストアの中、少し紹介していきましょう。X のフォロワーさんから選手たちとハイタッチができるという情報を得たので並んでみようと思います。選手たちがこの門を通ってスタジアム入りするみたいなんですが、ハイタッチができるサイドはこちらの正面から見て右サイド、行かれる方お間違いのないようにしてください。そしてキックオフの2時間前、僕は荷物を持っていたので一度外に出てセキュリティチェックを受けて再入場したのですが、めちゃくちゃ運がいいことに心優しいランスサポの方にハイタッチのできるベストポジションへ連れて行っていただくことができました。その方々にこの場を借りて一言だけ言わせてください。 Merci beaucoup。 というわけで充電も完了したので、そろそろ中に入っていこうと思います。こちらがスタッドランスのホームスタジアム、スタッドオーギュストドローヌ。収容人数は2万519人となっております。ランスの街を象徴するかのようにこのスタジアムの中も非常に綺麗です。そしてスタンドからピッチまでの距離も近いので、どこの席で見てもかなり臨場感を感じます。
はい、やってまいりました。今日のお席、今回はブロックが13、 C 列の127番の席でお値段が70ユーロ、日本円で約11,500円と。前回はメインスタンド観戦だったんですが、今回はバックスタンド。天気が良くて直射日光ぶち当たり、命の危険を感じました。日陰で覆われたメインスタンドを僕はね、個人的にはおすすめします。で、驚愕したのはこれ隣同士の席なのに30ユーロぐらい値段が違うんですね。で、僕の席何が違うかっていうと、見てください、これちょっとねふわふわなんです。いや、やかましいわ。はい、いかがだったでしょうか。今回の散策 Vlog in ランスということで、冒頭にねお伝えした通り、この試合の観戦動画をご覧になりたい方は概要欄または終了画面のおすすめ動画からぜひご視聴ください。そして今回のこの動画気に入っていただけましたら、高評価、コメント、そしてチャンネル登録などでぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。では最後はですね、モデルの2人が可愛すぎて何の宣伝か全然頭に入ってこない街角の広告を見ながらお別れいたしましょう。今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。エアクラーター20でした。バイバイ。